90年代のボクシング界を盛り上げた立役者の一人、辰吉丈一郎さん。元 WBC 世界バンタム級王者という輝かしい功績を持つ彼は、なにわの丈と呼ばれ大きな人気を博した人物である。そんな辰吉さんは、ボクサーとなってから数々の伝説を残しているが、彼が自身の強さに気づいたのは、まだ幼い頃であったと言われている。そしてその後、ヤンキーとなった辰吉さんは喧嘩を繰り返すようになり、強烈な武勇伝をいくつも残している。そこで今回は立吉丈一郎さんの生い立ちや武勇伝、そして彼にまつわるある噂について迫りたいと思う。立吉丈一郎の生い立ち。構える腕の高さは胸のあたりだ。ガードはもっと高い方がいいんじゃないの？普通はそうかもしれないが、胸の高さの方が相手全体を見渡すことができて攻撃をかわすことができる。それに喧嘩となれば相手を掴んだり凶器を奪いやすいから。ほら、分かったら構えてみろ。はい。1970年5月15日、辰吉さんは岡山県倉敷市で生まれた。しかし生後間もなく両親が離婚したと言われており、子供の頃はいじめられっ子であったという。そんな辰吉さんは熱狂的なボクシングファンであった父親に育てられ、幼少時代からボクシングを教え込まれた。そして中学時代、担任の勧めにより中学卒業と同時にボクサーを目指して大阪帝拳ジムに入門。サウナや立ち食いうどんやカムホップ屋などでバイトをしながらボクシングに打ち込む日々を送ったとされている。そして1987年、17歳となった辰吉さんは全日本社会人選手権バンタム級で優勝し、1989年9月29日にプロデビューを果たした。辰吉さんの才能は早くから注目され、評価も高く、全ての日本人ランカーに対戦オファーを出していたが、その申し出は全て拒否されてしまったという。その後、辰吉さんは危ない試合もあったものの試合に勝ち続け、日本国内の王者となった。さらに1991年9月19日、世界初挑戦の試合では WBC 世界バンタム級王者を相手に10回で TKO 勝利を収め、わずか8戦で世界チャンピオンになるという記録を樹立。順調なボクシング人生を送る辰吉さんだったが、その後は網膜剥離という怪我に悩まされ、長期離脱を余儀なくされることとなった。しかし辰吉さんは怪我に悩まされながらも再びチャンピオンに返り咲きし、現在も現役を続けている。辰吉丈一郎の武勇伝。1、ガキ大将に勝利。おい丈一郎、なんでお前には母ちゃんがいねえんだよ。捨てられたんか？俺には父ちゃんがいるから、母ちゃんなんかいなくても平気だ。みんな母ちゃんがいるのにお前だけいないのは変だろ。なんだよ、文句あんのか？いじめられっ子のくせに。うるさい、黙れ。いってー、もういじめなんかしないから許せ。強靭な相手にも勇敢に立ち向かう姿が印象的な辰吉さんだが、子供の頃はいじめられっ子であった。しかしある時、勇気を出しガキ大将に対抗したところ喧嘩に勝ってしまったという。これがきっかけとなり、辰吉さんは自分の強さを身をもって知ることとなった。そしてこの出来事は辰吉さんのヤンキー伝説の始まりとなった。辰吉丈一郎の武勇伝。2、番長に圧勝。おいお前、その髪はなんだよ。まだ入学したばっかのくせに生意気だぞ。髪型に決まりなんかねえだろ。なんで先輩に文句言われなきゃなんねえんだよ。11の分際で俺に歯向かうとはいい度胸じゃねえか。ぶっ潰してやら。ちょっとどうだよ、返り討ちにしてやる。辰吉さんが中学1年生の時、当時すでにヤンキーだった彼はすでに反り込みを入れるなど髪型に相当なこだわりを持っていた。ヤンキースタイルの髪型で入学して早々、辰吉さんは中学3年生の番長に生意気であると目をつけられ喧嘩に発展。番長が辰吉さんに喧嘩を吹っかけると、辰吉さんは完膚なきまでに返り討ちにしたと言われている。この出来事は地元のヤンキーたちの間で瞬く間に広がり、今でも語り草になっているという。辰吉丈一郎の武勇伝。3、1対20の喧嘩で全滅。お前らどこ中のもんだよ、物騒なもん持って何するつもりだ。お前が辰吉丈一郎とかいうやつか？お前が調子こいてるって話を聞いたもんでわざわざ来てやったんだよ。それで武器持った20人だけで何ができるんだよ。そんな少数で本気で俺に喧嘩で勝てるとでも思ってんのか？
噂通りムカつく野郎だな。ぶっ殺してやる。達也さんの中学時代にはまだまだ恐ろしい武勇伝が存在する。ある日、達也さんは他校の生徒約20人と喧嘩に発展。さらに相手の大半が武器などを手にしているのに対し、一方達也さんは素手で迎え撃ったという。1対20の大喧嘩の勝敗は達也さんが見事に勝利。このヤンキーエピソードも地元のヤンキーたちの間で今もなお語り継がれている。達吉丈一郎の武勇伝4、暴走族に奇襲。おい止まれ、危ねえだろうが。お前死にてえのか。さっさとどけ、邪魔だ。うるせえな。こいつやべえ。お前ら逃げるぞ。達吉さんが中学1年生の時、仲間と共に工事現場にあったツルハシなどの用具を持ち出し、突然暴走族の前に飛び出て奇襲をかけたという実話がある。そして達吉さんは暴走族の乗った車のボンネットにツルハシを刺し、暴走族を撃退。その後仲間と戦利品を分け合ったという。その他にもヤクザの乗った車が達吉さんに横付けした際の強烈なエピソードが存在する。達吉さんは、おっちゃんそんなにズゴマンといてと言いながら車に近づき、ヤクザの隙を見て車のキーを抜き取り草むらに投げ込んだことがあるという。そしてその後笑いながら一目散に走って逃げたと言われている。相手が誰であろうと物怖じしなかった達吉さんは、小学校から中学校に至るまで喧嘩という喧嘩に負けたことがないほど伝説級の強さを誇っていた。達吉さんにまつわるヤンキーエピソードの中には信じがたい話もあるが、達吉丈一郎さんならあり得ると思わず考えてしまうのが彼のすごいところなのかもしれない。達吉丈一郎の噂。達吉さんは頭部に生じた脳震盪が原因で神経に異常を及ぼしたり、認知症に似た症状を引き起こす病気、パンチドランカーなのではないかと噂されたことがある。この病気はボクサーが圧倒的になりやすい病気と言われており、軽度の場合には手足の震えや軽い運動障害などの症状が見られるとされている。さらに重度の場合には重い運動障害や人格崩壊などの症状があるといい、恐ろしい病気と認知されている。達吉さんがこのような病気であると噂されるようになったきっかけは、ボクシングの試合の解説で路列がうまく回らず不明瞭だったからである。しかし同じ現場にいた者の証言によると、達吉さんは解説の仕事に乗り気ではなかったといい、しぶしぶ仕事に取り組んだ結果聞き取りづらい解説になってしまったという。そしてその解説を見た妻に怒られたという達吉さんは、その後の解説は普通に行っている。そのためこの噂の発端となった理由だけでは、達吉さんがパンチドランカーにかかっているとは断言できない。この世にたった一つの命や、とことん生き抜いたれや、笑って死ぬためには今を一生懸命生きるしかないなど、達吉さんは数多くの名言を残している。達吉さんはボクサーとしてももちろん強かったが、何よりも彼の生き様に心打たれたファンは多いことだろう。怪我に悩まされながらも現役であり続ける達吉さん、そんな彼の今後にますます期待したい。達吉さんが全盛期の頃、日本のボクシング界はかなり沸いていた。見ている人は達吉さんの試合に釘付けだったと思うし、ボクシング界に名を残すほど素晴らしい選手だと思う。そんな達吉さんのヤンキーエピソードはどれも強烈すぎて、さすがとしか言いようがなかった。中学1年生でヤクザをからかったり、暴走族に奇襲をかけるなんて今の時代じゃ考えられない。でもそういう根性があったからこそ、ボクサーとしての人生が開花したんだろうね。今後も達吉さんの活躍に期待したい。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。